カトリック主税庁教会は、愛知県名古屋市東区主税庁にあるキリスト教の教会及びその聖堂である。一般には、聖母教会とも呼ばれる。礼拝堂とケア機この地に、カトリック教会が置かれたのは1887年のことである。名古屋、岐阜地方に初めてカトリックの宣教を行った、医師、井上秀彩とパリ外国宣教会のフランス人、宣教室。 ルペン神父が当初は現在地にあった武家屋敷を購入し長屋を改築して教会として使用。1904年公認のシェレル神父によって現在の原型となった聖堂が建てられた。この礼拝堂をはじめとする本教会の施設のいくつかはその歴史的価値を評価されて文化財などとして登録されている。1912年パリ外国船教会は 関東地方の選挙を行うこととなり、名古屋地区が新源会に引き継がれた後も、長らく東海、北陸地方の伝道の中心であった。古くは明治期に建てられた本教会の施設は、名古屋市の都心部に位置するにもかかわらず、第二次世界大戦の戦災による消失などを免れたこともあり、1992年には聖堂被災官が、 名古屋市都市景観重要建築物に指定2011年に新社会館、司祭館、レンガベが国の登録有形文化財に登録されているほか、白壁、酒税、種目町の町並み保存地区にある伝統的建造物の一つとして周辺の歴史的建築物などを連ねた名古屋市の文化の道を構成する。また敷地内の欅ヤは1996年に 名古屋市都市景観重要建築物等の指定を受けている。木造平屋建て、三河原武器の聖堂は、正面玄関ポーチが白漆喰で仕上げられた三連のアーチで構成された特徴的な外見を持ち、シェレル神父により、非常点の聖母、マリアに捧げられたことから、非常点の聖母聖堂と呼ばれる。伊勢湾台風の後に、聖堂の入り口と両外側が増築され、 側廊が設置されて三楼式となった。1980年に老朽化に対する大修復が行われ、2003年にはそれまで畳敷きであった内部がフローリング化された。1930年に司教館として建てられたもので、木造二階建て、三瓦吹き、下見たばりの外観を持つ洋風建築。明治時代に建てられた木造二階建て、瓦吹き、 シタミータバリの洋館。最初の首労は1890年頃に建てられた。1965年に、教会前の道路が国道41号に昇格して、拡幅された際に取り壊されたが、1990年に聖堂の隣に復元された。首労の鐘は1890年にフランスマルセイユで作られたもの。1858年にフランスのルルドに、 聖母マリアが出現した様子を模したもので、1909年にフェラン神父によって富士山の溶岩を使って作られた。明治時代に作られたイギリス済みのレンガ壁、登録有形文化財名古屋市都市、景観重要建築物等。ありがとうございます。